村慎吾が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of 慎吾北村。コルク栓自体ちょっとこう味があるというか色気のあるもの、っていう風に感じたものですから、暮らしに身近な素材コルク、これらは全てワインのコルク栓をリサイクルして作られたもの。コルク栓自体が食のシチュエーションから生まれる素材であるというところがありますので、それをまた食を彩る商品として、そこにまた戻すと。北村が主催する東京コルクプロジェクト、都内の飲食店を中心にコルク栓回収ボックスを設置し、不要になったコルク栓をリサイクルしている。参加店舗は750余り。日本では年間およそ4億本のワインが消費され、その3分の1が東京だという。大消費都市である東京からですね、再生資源の宝庫であるというふうに捉え直すことが、都市から天然資源を生み出すということにつながるのかなと。ポルトガルやスペイン原産のコルク樫の木、その樹皮から作るコルク、日本は輸入に頼っている。日本では生産できないマテリアル、素材をですね、日本の中で生産していく方法として、リサイクルが唯一できる方法、手段であるというふうに思っていますので、新しいこと、変わらないセオリー、リサイクルで生まれるコルクのコースター。例えば1店舗がコースターを紙からコルクに変えた場合、年間で4本近い木を伐採せずに済むという。小さなところから使い捨てというちょっと文化をですね、改めていく、資源を守っていくということにつながるというふうに考えてますので、フレッシュフェイシーズ、その先は再資源化されたものを積極的に消費していくことで、大量消費ですとか大量生産、そういった問題に対して、少しでも消費者側から考えるきっかけになるといいなというふうに考えてます。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。